ラーテリンドーの戦いは、冬戦争の戦い。1940年1月のスオムッサルミの戦いの一部である。この戦いで、フィンランド軍のモッティ戦術の効果が発揮された。1939年12月7日、ソ連軍第163狙撃師団は、スオムッサルミを占領した。しかしながらこれは、 ソ連軍の補給路を伸ばさんとするフィンランド軍の作戦であり、この後分断され、孤立状態に陥った第163師団を救出するために、ソ連は、ウクライナ人からなる第44機械化狙撃師団を増援に派兵した。しかし、ラーテリン同戦の開始前、フィンランド軍第9師団はすでに、ソ連163師団をほとんど崩壊させており、 この後、ヤルマルシーラスブをの指揮するフィンランド軍は、ラーテリンドーにおいて、第44師団に総攻撃をかける。総攻撃の開始は1940年1月5日であった。ソ連第44師団は、ラーテリンドー上、スオムッサルミから 12km のハウキラ近くの道で、戦闘を開始する。フィンランド軍第9師団はこれを攻撃する指令を受けた。 この手段は4つの大隊に分けられ、それぞれ指揮官の名前にちなんで名付けられた。ハウキラ方面では、多くのソ連軍が林道を通行しようとしており、これを、マキニエミとマンドリンの大隊が攻撃した。マキニエミ大隊は公式攻撃の数日前、ハウキラへの移動を始める。同時期に、ソ連第 3NKVD 連隊が第44、軍の補佐に到着している。 1>, 1月6日朝、フィンランド軍はソ連軍の重列の中に割って入り、ソ連軍を道路上で寸断することに成功し、地雷などで強化されたいくつかの防衛点を確保した。この日の1日中、ラーテリンドー付近では大戦闘が起こっており、フィンランド軍はソ連第44軍の分断を続けた。ソ連軍はフィンランド軍の防衛点を制圧しようと、 正面攻撃を試みたが、これもフィンランド軍の反撃により退けられ多くの戦車を失った。同日21時30分、ついにビノグラドフ中将はソ連への退却を命令する。東へ逃げようともしたが、カーリ大隊によって阻まれたため、混乱に陥ったソ連軍は北へと逃走し始める。ファルゲナス大隊は、 林道東部の橋を制圧することができなかったが、翌日、大体はこの地区を奪還した。1月7日の午前には、ソ連軍の抵抗はやんだ。師団の生き残りはバラバラに封鎖から逃れ、ソ連国境へと逃走した。この戦闘は2日間続き、ソ連第44師団は壊滅した。また、上や寒さによって、多くの死者が出た。 派遣していた第163狙撃士団、第44機械化狙撃士団の双方が壊滅したため、ソ連軍は体制の立て直しを余儀なくされる。弾薬や装備品の不足していたフィンランドは、この戦闘で43台の戦車、71門の対空砲、29門の対戦車砲、100丁近くの機関銃、走行車、走行トラック、 260台のトラック、1170頭の馬、6000丁のライフル、飛行機1機、弾薬、医療品などを露革した。ソビエトの司令官であったビノグラドフとその配下の将校2人はこの戦いを生き残った。4日後、彼らはソ連国境にたどり着いたが、その後軍法会議にかけられ、55の野戦水事所を破壊されたことについて告発され、 敗戦の責任を求断され、有罪となり処刑された。その後もこの地域ではいくつかの小戦闘が行われた。今日、戦場後には冬戦争の両軍のすべての死者のためのモニュメントが立っている。また、この戦いで命を落としたソ連軍兵士の墓が、いくつも沿道に並んでいる。ありがとうございます。